SH-005 は、シャープによって開発された、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDM-A1、x ウィンター用音声用端末である。同キャリア向けの携帯電話としては、初の試みとなる7色のカラーバリエーションを同時展開する、音声通話用端末。主に20代前後の男性、女性ユーザーをターゲットとする。キャッチコピーは、 選べる7色防水スリムであり、IPX5、IPX7 相当の防水性能を実現している。また、特に大々的な機能面のアピールはしていないものの、フルワイド VGA 解像度の液晶ディスプレイを、はじめ、500万画素、CMOS カメラ、加速度センサー、FM ラジオ、トランスミッター、Bluetooth ワイヤレス通信など、ハイエンド機に準ずる多様な機能を持っている。 一方、サブディスプレイは搭載せず、外部に備えられたイルミネーションにより電話やメールの着信の判別がつくのみである。なお、本端末には、卓上ホルダーの設定自体がなく、直流給電用の外部接点は装備していない。このため、必然的に外部接続端子を使用して、充電を行う必要がある。充電時には、防水機能を損なわないために、 コネクタやキャップ類の破損に注意したい。当初は沖縄地区を除き、同年1月29日に、北海道、東北、北陸、関東、中部、関西、中国、四国にて、同年1月30日に九州地区にてそれぞれ発売されるというアナウンスがされたが、外部接続端子のカバーに不具合があったというトラブルが発生したため、 その確認作業を行うための理由で発売予定日が変更となった。ありがとうございます。